こちらですね、サングラスカメラで撮った映像となっております。いかがでしょうか。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさ、どうも皆さんこんにちは、監督ロボの監督です。皆さん、カメラを意識しないで目の前の映像を手間をかけずに記録したいなーと思ったことはございませんか。今回紹介するこのカメラでは完全ハンズフリー、すぐに高画質映像を気軽に記録できるサングラスタイプの小型カメラを紹介します。実際の撮った映像も収録しましたので、ぜひ動画を最後までご覧ください。開封の儀、こちらでございます。超簡素な箱に入ってきました。開けていきます。お、重さ 45g、 ケースに入れても 77g、 めちゃめちゃ軽いです。軽っ。お、いろいろ入ってます。取説、すべて日本語記載。充電ケーブル、これくらいの長さ。リセットピン、カードリーダー、通常の USB とマイクロ SD カードが入るスロット、イヤホン2つ、オーディオと、こちらがイヤホンです。メガネ拭き、こちらがケースですね。こちらが本体でございます。お披露目。おお、レンズはここです。こんな感じの目線になるかと思います。で、ここの2つですね、特に右左はありませんので、ここにこうイヤホンをつけることで、この後紹介しますが音楽を聴くことができます。そしてボタンがこちら4つ、イヤホンと充電、マイクロ SD カードとマイクです。一旦かけてみたいと思います。はい、こんな感じになります。いかがでしょうか。サングラスカメラでございます。はい、こちらのサングラスカメラ、カメラですが、通常のサングラスとしても使用することができます。レンズは偏光レンズを採用。サンサンと降り注ぐ太陽や紫外線から、こちら、目を守ってくれます。フィット感もあり、高度力もあります。快適フィット感。超軽量。こちらのサングラスカメラは着用性、耐久性にも優れたフレームの素材を採用。長時間でも快適に着用することができます。本体はとても軽量、持ち運びが楽々。初めからこちらの保護ケースが付いていますので、手間をかけず安心して持ち運びができます。カメラ機能の使用について、動画の解像度は 1920×1080p、 フレームレートは 30fps、 動画フォーマットは AVI。 こちらメガネの真ん中にレンズがついています。こちらですね。このレンズの位置により違和感がなく、目線と同じ方向の映像を撮ることができます。またメガネタイプというわけで、歩きながらの撮影も快適にできます。使い方について、こちらのマイクロ USB 128GB を使っていきます。カードはこちらですね。ここにマイクロ USB と書かれていますので、カード差し込んでいきます。はい、電源ボタンはこちらのカメラマークです。長押していきます。はい、こちら基本的な操作はこのボタン一つで簡単に録画、撮影をすることができます。動画はカメラマークを3秒以上長押し、写真はカメラマークを1回押すことで写真をパシャリと撮ることができます。サングラスをかけるだけで目線映像を簡単に撮れる手軽さ、その際両手が自由に使えるので、車やバイク、自転車などを運転している状態でも撮影を気軽に行うことができます。はい、というわけでですね、充電が終わりました。電源ボタンを長押しします。長押し、青くつきました。こちらですね、サングラスカメラで撮った映像となっております。音声もサングラスカメラです。いかがでしょうか。愛犬ナビ12歳です。こんな感じで映像が撮れております。いけ、ほい、サッカー選手みたいだ。はい、こんな感じでいきたいと思います。
録画について、こちらのカメラ本体にはリチウム電池が内蔵されています。満充電は約 1.5 時間。連続して約3時間連続録画をすることができます。また上書き機能もついています。カード容量がいっぱいになると自動的に一番古いファイルから上書き保存をしていくため容量不足の心配はございません。またタイムスタンプ機能も搭載しています。写真やビデオを撮影するとき証拠として重要になる撮影日時の表示も可能です。続いて写真撮影については、解像度 2592×1944、 形式は JPEG です。こちらこちらライトを発射。音楽を流しながら撮影、今まで紹介していた撮影にプラスして、なんとこちらのサングラス、音楽も楽しむことができます。本体には Bluetooth が搭載、お持ちのスマホを使ってイヤホンをつけて音楽を楽しむことができます。またかかってくる電話をこちらのサングラスで受け取って通話をすることもできます。この音楽通話機能があることによってアウトドアやスポーツにも適し、長時間になりがちな登山、ハイキング、釣り、ドライブ、スノボなどの様々なアクティビティにもとてもおすすめなこちらサングラスカメラとなっております。はい、ではですね、早速こちらイヤホンをつけましたので音を聞いていきたいなと思います。ここに Bluetooth ボタンがありますが、こちら長押し、今スマホの方に現れましたので MS-07B ですね。早速つけて音を聞いていきたいと思います。まずは自分の YouTube 聞いてみたいと思います。再生、あ、結構音いいです。音楽聞いてみます。はい、というわけでですね、こちら音声なんですけども、 YouTube の音声を聞いてみたところ、正直おまけ程度かなと思っていたのですが、かなり高音質でした。中音域がかなりよく聞こえまして、有線イヤホンとして日常使いもできるくらいの音質クオリティでした。サングラスカメラいかがだったでしょうか。サングラス特有のこの映る景色が暗くなるデメリットありますが、手軽にあらゆるシーンで目線のまま簡単に記録することができます。またハンズフリーのため、わざわざ撮影の手間が省け、大切な思い出の記録をすることができます。このサングラスカメラ興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。さーて、何を撮ろうかな。撮影の手間がかからないのはとても便利です。本番いきます。よーい、持ち運びがピント合わねえな。どうした。リチウム内蔵、リチウム